長野軍祭は、平安時代の詩文、戦時、官府、諸札等各種文書を分類して三博士、三好溜康が編纂したもの、1116年成立。しかしその後の増法があり、最終的には、法延年間の成立と推定される。元は30巻であったが、10、14、18、19、23、24、25、29。 三重の旧館は現存しない。分類は、文筆、長儀、人義館、大乗館、節録家苦行家別荘功労、定常、内記、記伝怨明道、歴道、天文道、移動、仏寺、太財府一国、雑文、教寺、諸国雑事,諸国,雑事諸国公文、諸国公家の各項目であるが、これは現存する部分についてであり、 失われた旧館にどのような分類が含まれていたのかは不明である。上記の内容からもわかる通り、本書は私文集としてより、書士の事務に関わるものを多く含み、文書集としての性格が強い。また、弊社三千溜め安氏が身近な保護を集めたと自ら述べているように、弊社が生きた平安時代末期の資料が特に多く収録されていることから、 平安時代中期以降末期にかけての律令政治の実態を伝える貴重な文書集となっている。昭和13年に黒板勝美が編集した新定像報告史体系第29条間に収録される。ありがとうございます。